地元のコナズコーヒーにまた食べに来ました。相変わらず混んでます。タコライス、シーザードレッシングと粉チーズがかかっていて、サルサソースは別添え。牛ひき肉と4種の豆を使用し、チリ風味でスパイシーに仕上げたチリコンカンが新鮮な野菜の上に乗ってます。チリコンカンと野菜、ご飯よく混ぜます。レタスやアボカド、トマトも入って具沢山。久しぶりに美味しいタコライスを食べました。スタのエッグベネディクト、ハワイの定番メニュー。付け合わせにはサラダとマカロニが付いてます。香ばしくグリルしたスパムの程よい塩味と、とろーり半熟のポーチドエッグ、クリーミーで濃厚なオランデーズソースが決め手です。ポーチドエッグあります。絶妙なとろみ感がたまらない。カリフワのイングリッシュマフィンとの相性も抜群、満足の美味しさでした。ストロベリー&バナナホイップパンケーキ、一番人気のパンケーキ。コナズコーヒー自慢のパンケーキの上にそびえ立つホイップクリーム、甘酸っぱいイチゴにバナナ、見た目より軽くペロリと完食。本日のコーヒー、サンライズブレンド、バランスのいいマイルドなコーヒー。パンケーキとコーヒー、最高の組み合わせです。